ウォックスルの駅ドニプロ地下鉄は、ウクライナのドニプロを走る地下鉄である。1979年、ソビエト連邦の大臣評議会は、ソビエト連邦共産党中央委員会によって、決定されたドニプロペトローシクに地下鉄を建設するための調査計画を承認した。大臣評議会による命令を受けて、1982年3月15日に、建設が開始された。 そして、1995年12月29日に、キエフ地下鉄、ハルキウ地下鉄に続き、ウクライナで3番目の地下鉄として開業した。現在、路線は、ドニプロ中央駅前のオックスルナ駅から、西部の新興住宅地、コミュンギウスカ駅までの6駅、総延長は7 1トルである。朝5時半から夜23時まで遠慮し、 1>, 1日あたりの乗客数は約22,200人である。ソビエト連邦の地下鉄に特徴的なパレス形式の駅が作られているが、1990年代前半の経済的な混乱の中での開業であったため、駅の装飾は簡素である。6つの駅のうち5つは地下深くに、1つは地表近くに作られている。地下深くの駅のうち4つはシングルボルトである。 電車は当初5両編成であったが、乗客数の減少のために3両編成となった。現在、ウォックスルの駅を支店として、町の中心部を横断する3駅の延伸工事が進められている。延伸区間は当初2017年に開業する計画だったが、資金難のために工事は遅れた上一時中断したため、2023年の完成を見込んでいる。駅数は九駅。 総延長は1 1 8 2トルになる予定である。新しい拡張計画が2008年1月に明らかになり、現在工事中の区間に加えパー駅とパーマイナス2駅の2駅が現在生端のコミューンリウスカ駅のさらに西に作られる予定である。また、ドニエプル川と交差する2番目の路線が計画されている。長期的な計画では、 ドニプロ地下鉄は3路線 80km になる予定である。ありがとうございます。